第2代クイーンズベリー公爵、ジェームズ・ダグラス第2代クイーンズベリー公爵、ジェームズ・ダグラスは、スコットランド・イギリスの政治家、貴族。名誉革命後のスコットランド政界で活躍し、スコットランドとイングランドの連合を定めた1707年連合法の、スコットランド議会における可決に尽力した。1695年に、父から、スコットランド貴族爵位クイーンズベリー公爵位を、 継承し、1708年に、グレートブリテン貴族ドーバー公爵に除せられた。1662年12月18日、後に、初代クイーンズベリー公爵に除されるウィリアム・ダグラスと、その妻、イザベルの間の長男として、サンク・アージョーに生まれる。グラスゴー大学で学び、その後、グランドツアーに出た。1684年に帰国すると、 スコットランド数密顧門館に任じられるとともに、騎兵連隊に中佐として入隊した。早期から、オラニエコウウィレムを支持していたため、名誉革命後に盈進した。彼は当時スコットランドで、大きな勢力を持っていた四大貴族の一人であり、ウィリアム三世としては、彼の勢力を利用して、スコットランドを統治しようとしていた。1692年からスコットランド、 大倉教委員会の委員の一人となり、1693年には、スコットランド議会に、大倉教として出席した。1695年3月には、父の死により、スコットランド貴族爵位の第二代、クイーンズベリー公爵位を継承。同年スコットランド王子召書に就任した。1700年には、スコットランド議会における、国王代理に就任した。 また彼の派閥に属するジョン・ダルリンプルを国務大臣に末早期からイングランドとの連合を目指した。しかし1692年にはウィリアム三世が連合に抵抗する高知地方においてクレン公の虐殺を引き起こしていたためスコットランド議会は国王やイングランドに対する拒絶感が強かった。そのためクイーンズベリー公やダルリンプルら宮廷派は スコットランド議会で安定多数を得ることができなかった。1702年にクイーンズベリー公爵派がイングランドとの連合交渉に乗り出した際にも激しい反発を受けた。安状時代にも感触にとどまったが、スコットランド政界での孤立が深まり、1704年には前年に第11代ロバト共済モンフレーザーらジャコバイトが、企てた陰謀に加担したとされて免職された。 しかし1705年に疑惑は晴れ、再びスコットランド王子商書に就任した。1706年にはイングランドとスコットランドの連合推進委員に任命される。連合法はスコットランド議会内において賛否がき行抗していたが、彼が議員の買収に励んで賛成派を増やしたことで1707年に成立にこぎつけた。そのため連合公爵と あだ名されるようになった。1708年5月に、クレートブリテン貴族爵位のドーバー公爵に助せられた。1709年には、スコットランド担当大臣に就任する。1711年7月6日に死去した。次男ジェームズ・ダグラスが生存している男子の最年長者だったが、この次男は、精神障害者で人肉を食らう殺人者だった。 そのため、借位に特別継承権の規定が付け加えられており、クイーンズベリー公借位を除く彼と彼の父の代に除された借位はサンナン・チャールズ・ダグラスに継承された。一方、クイーンズベリー公借位と祖祖父の代に除された借位は、通常通り次男ジェームズが継承している。しかし次男ジェームズは子供を残さずに死去したので結局、これらの借位もサンナン・チャールズが継承している。 1695年の父の死により、以下の爵位を継承した。1706年6月17日に、上記の継承爵位の内クイーンズベリー公爵位を除く、父の代に上された爵位について、次の特別継承権の規定が付け加えられた。まず殺人教の次男ジェームズ・ダグラスの継承権を否認し、三男チャールズ・ダグラスに継承させる旨の規定である。もう一つは、 尺位継承範囲を初代クイーンズベリー伯爵、ウィリアム・ダクラスに遡った男子もしくは女子の子孫に拡張させる規定である。1708年5月26日に以下の尺位を新規に与えられる。いずれも三男チャールズに継承させる特別継承権が付けられている。1685年に第三代ダンガーバン主尺チャールズ・ボイルの娘、メアリー・ボイルと結婚。 彼女との間に、以下の4男5女を設ける。ありがとうございます。